マイネルフィエスタは日本の競争馬である。2017年京都ジャンプステークスを制した。馬名の由来は冠名休日。2010年3月3日にニーカップ町の谷口牧場で誕生。中村人支給者に入球。2012年7月22日に京都競馬場でデビュー。2013年3月27日にその競馬場の JR a 合流。 小峰山特別で初勝利を挙げる。平地では急戦して、この一勝であった。6月22日には3歳にして、阪神競馬場、障害3歳上未勝利で障害デビュー。7戦目で障害初勝利を挙げる。4歳時は、障害4歳上オープンで2勝目を挙げるが、この一勝のみ。5歳時は5戦未勝利であった。同年の小倉サマージャンプからは、 上野高成に乗り換わり3着。6歳児は4戦未勝利。京都ハイジャンプ4着の後、うぜのつなぎ人体炎のため休養する。7歳児は重傷を中心に出走。小倉様ージャンプで前年と同じ3着。続く、阪神ジャンプステークスも3着。11月11日の京都ジャンプステークスでは、大逃げを打つ玉もプラネットを直線で捉え、二年半ぶりの、 勝利を重賞初制覇で飾った。2019年2月いっぱいで中村人市長教師が定年で引退し、3月1日付で長谷川広大級舎に移籍した。その後は勝ち星を挙げることなく、2020年3月22日付で競争馬登録を抹消した。引退後は馬事公園で乗馬となった後、中山競馬場に移動し、誘導馬となる。 ありがとうございます。